はい、中ょ太郎です。こんなね、情報っていうか、こういうことになりますよっていうことが、今韓国で問題になってるのは、デジタル性犯罪。要は、例えばあなたの顔を利用して、それで生成して、えー、その状態で、えー、SNS とか、連絡を取り合って、ね、その裸だったりなんなりっていうことで、コンテンツを作ったり、 まあ、騙したりっていうことはなってる。えー、顔写真と、友人とかね、知人とかっていう場合だったら、なりすましてできちゃうっていう、えー、プロフィールがわかってるなら、ねだからもうわかんないわけでその人だと思ってやりとりしてっちゃう。ねえ。恐ろしいですね。となると、もう,う顔とか関係なくなっちゃう。 顔やなんかニュース、だからもうちょっと違う、犯罪が違うフェーズになっちゃってる。日本ではまだそこまではなって言ってないですけど、まあ、あの中国とか韓国的なものをやつ見てると、SNS で、あのー、どうかなっていうような画像とか動画っていうのは確かに出てるんですよね。うん。うん。なるほどな。 ま、日本はまだそこまでなってないんですけど、そういう状態になってくる。これが可能だったら本当に、まあ、我々 VTuber なんで、あの、声も変えてしまえば、喋れたりそのことができるんなら、声も変える画像もそういう風に生身のま、ものができちゃうんなら、いくらでもできるよね。TikTok やってみようかしら、私。なんか、高校生ぐらいのふりして。<laughs> ねえ。 うん、声が変え、変えれるのは分からない。TikTok を本当に、あの、まあ、あの、顔だけ変えてやってみようかなっていう気はあるの。ただ、いや,やるのはいや時間がない。時間が。うん、それだけです。うん。こっちがね、YouTube が大皿になっても嫌だから、やらないだけで、うん。 tiktok をやってみようかなと。全然、か、まあ顔でっていうか、うん。顔出しちゃいかん。まあ、まあ、うん、その AI 生成できるのはそっちでやってみようかなと。まずは全然黙ってね。何にも言わないでどこまでいけるかっていうふうに思ってますけどね。うん。そんな犯罪が。 でも、犯罪だけではそういうことが犯罪じゃなくて、それが技術的に可能なわけだからできちゃうってことですね。まあ少なからず喋れるわけですから、全く違う、えー、アカウント、違うキャラクターでやってみたらどこまで伸びるかなっていうのはちょっと試してみたいになったそれならそれでね。うん。 もう超駅太郎と関係なしで、ね、もう全然関係ないところでやってみたら、それである程度行くんなら、まあそれは本当にそれなりのスキルがあるってことでね、喋るの。一回それ試してみたいなと思います。はい。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。 ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。長役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまあ、あの、私があったことも散りばめながら漫画になっております。はい。 で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人、ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人、ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、 よろしくお願いいたします。以上です。